いいお天気だし、今日のランチは横丁で食べようかな。これ、あれかな？ん？なんだ？お、ミノルくんからだ。ランチの誘いかな？全然違った。どこ？今、音楽部屋ですが、マジで、マジ部屋、隅で出てて、これは暗号。虫でも出た？音楽の部屋って多分音楽室のことだよね。行ってみよう。ミノルくん？あれ、ここじゃないのかな？どうした？あ、寝落ち前のってことか。寝てる。こんなとこで寝ちゃったんだ。え、この。ちょ、待って。待って。スクショ止まらないわ。このスチルいいなぁ。よく眠ってるな。ネットで夜更かしなんかしてるからだぞ。かわいい。全然起きる気配なしと。メガネずれちゃってる。ナナ君だってバレちゃうぞ。腹立つな、この夫婦。起きた？おはよう。おはよう。よく眠れた？少し。腹減った。食べよっか。お昼休み終わっちゃうよ。一緒に食べる？食べる。じゃあ天気がいいから屋上に行こう。起きたばっかで眩しいじゃん。溶ける。かわいい。もう吸血鬼じゃないんだから。がお。あー、かわいい。くそ。ほらほら、お昼休み終わっちゃう。行くよ。了解。なんだこいつら。カップルだよ。やりとりが完全にカップルだよ。もう勝てねえ。え？女子の色っぽい系はモデルの仕事で見慣れたもんだと思ってたけど、あんたは別だ。俺に勝ち目はない。勝ち負けって何のこと？こういう服も気に入ってくれたみたい。まあ、セクシー系ね。スマホの充電 OK で、どっち行く？ウォーターガーデンがいいな。さすが、分かってるね。好きだね。ん？さては上がるわ。おお。何とっても映えそうだし。起きたの初めてだけどめちゃくちゃいいな。私もう本当に水族館好きなんだよ。狙いすぎじゃない？うん、綺麗。ドキドキしてきたかも。え、ドキドキしてきたかも気になるな。どこら辺に対して？教えてよ。いや、そりゃそうよ。そりゃそうなんだよ。普通に気になるなとか言っておっしゃったけど、絶対違うとは思ってたのよ、私も。俺の手、好きなの？好きです。もういただきました。俺だってすごく我慢してんの。わかる？我慢してるんですか？しなくていいって言ったらどうするんですか？ごめんね、もう触らないから。女の子ってずるいよな。ごめん一つで男心をコントロールしてさ。俺だって嫌じゃないんだ。できれば俺も。もやめとこ。なんか情けなくなってきた。ミノルくん？ちょっと壊れかけてきてんのかな。じゃあここで。え、おかしくなっちゃった。ミノルくん？ミノルくんじゃねえんだよ。マジでよ。見つけた。はい。今度の日。どこ？カラオケ行かないか？いいよ。新譜試したい。久々に行くか。よし。この部屋案外密室だよな。そうだよ。意識すると恥ずかしいかも。ドキドキすることしてみる？挑戦的で、具体的にどんなことすんの？もっと近づいてみるとか。反撃されてる。反撃されてる。ごめんなさい。顔が近い。どう？ドキドキしてきた？はい。はい。うん、すごくドキドキするかも。
俺も。いやもうこんなのさ、こんなんだって、これいくつだっけ、セロ C じゃなかったら。うん、ミノルくん、やっぱりかっこいいな。あんた、やっぱりかわいいね。バカップルがよ。心を読まれた？ん？俺、かわいいってこと？まあ、かわいくもあるね。正直ちょっと母性くすぐられてるところもあるよ。でもかっこいいわ。ううん、かっこいいなって言うんだ。やる。ああ、そっか。密室ドキドキ終了。終わり。密室ドキドキ。うん。やばい。もう歌どころじゃないし。ね。いやもうそのねえはもうあれなのよ。あれなのよ。いや言わないけどあれなのよ。確かに。ちょっと刺激的すぎたかもじゃないんだよ。帰りたくねえし。キス。え？あんたからしろよ。嘘。なんかまるで普段からしてますみたいな、そんな、はいはい、あ、今日海なんだ。好きなスポーツについて聞く。スポーツって何かやってる？やってない。うん、だよね。じゃあなんで聞いた？言っとくけどできねえとかじゃないから。多分じゃあやればできる子？子って、まあそうなんだと思いたいね。じゃあ本気になったらすごいかも。ならない。学校で目立ちたくないし。そっか。あんたが落ち込むなよ。機会があったら、うん、そうだな、最高の勇姿を見せてやっから。怪しい。やっぱりマジここでする気って言ってたやつはキスだったんだろうな。そしてしてたのかな、もしかして知らないうちに。やばすぎるだろう。そろそろ文化祭始まるか。このリンゴのコンポートうまっ。え、食感も味もすげえ俺好み。アイスともめちゃ合ってるし最高。よかった、嬉しいな。ん？なんであんたが喜んでんの？そのデザートアイスのレシピ、私も店長と一緒に考えたんだ。なる、そりゃうまいわけだ。ん？愛情いっぱい感じだから。え？あれ、照れてんの？本当のことでしょ。うわー、こいつ。この店の店員としてお客さんに惜しみない愛情をって意味な。うわあ、うん。あらあら、そうじゃなくてって言ってくれてもよかったんだぜ。うわあ、ミノルくん、アルカードで一生懸命頑張ってきてよかった。ずるい男だな。今月のハバチャに載ってた新作アイテム見に行ってみようかな。あ、いらっしゃいませ。お一人様ですか？あ、はい。あ、まあね。ミノルくん、当ててやろうか。はい、あんたがここにズバリ見たあれですけど、ハバチャに掲載されてた新作アイテムのチェック、はい、に行ってみたもののすでに売り切れていた。ビンゴ。はい、ビンゴ。よくわかったね。そんなしょんぼりした顔で一人喫茶店に入ってくる女子見たら大体想像つくし。そっか、さすがミノルくん。あれ、ハバチャに乗ってたやつ発売当日にソールドアウトしたらしいぜ。マジだよね。そんなあなたに朗報、5日後にネット通販がスタートする。もうワンチャンだ。本当？ああ、お試しあれ。ミノルくんの情報なら確実だよね。言うのみたいなことを前回の世界戦で言った気がする。遊覧船行くよ。あ、うん、あ、まあね、はい。はい、ミノルくん。よ、待ってたんだ。
一緒に帰ろうと思って。私から声かけさせてくれないと呼び方変えれないだろ。じゃあお茶して帰…じゃあ一緒に帰ろう。あ、いや、なんか一人幸せってやつ行こうぜ。よくわかんないけどそれは。あのさ、今日これから時間ある？うん、大丈夫。お茶でもする？いや、そうじゃなくて。何？事務所、付き合ってくんない？うっそ。え？事務所ってモデル事務所？そう。いいけど、いいの？かっこいい。いい感じ。目線そのままこっちにちょうだい。私も撮っちゃった。最高。このまま何枚か撮らせてね。さすがナナ君。あの伝説の高校生モデル、葉月圭の衣装を見事に着こなしてるわ。あー、そういうことね。ですよね。葉月圭さんとはまた違ったセクシーさがあるっていうか、俺ファンになりそうっす。うんうん、葉月さんのバースデープロジェクト、これならうまくいきそうね。そういうことね。本当にミノルくん堂々としてて素敵。バースデープロジェクト時期過ぎてね。確か葉月くん10月10日だった気がするんだけど。あの衣装、伝説の高校生モデル葉月圭さんのリメイクしたものなんだ。すごい。なんだよ今の鼻で笑うの。どう？すごく感動。本物の撮影現場を体験できて、衣装もすごく似合ってたよ。なんて言って入れてくれたの？よかった。あの葉月さんの企画だったから、あんたにも見てもらいたくて。うん。掲載誌、絶対買う。毎度あり。やーば。好きになっちゃう。好きだけど。ほんと、あんたとは気が合う。あっという間に時間過ぎていくし。いや、いいな。さあ、じゃあ文化祭に向けて頑張るぞ。あ、三影先生だ。また文化祭の話かな。いいな。もうすぐ文化祭ですね。そうだな。本番も楽しみだけどさ、ワイワイ過ごす準備期間もいいよな。準備期間がなんならいっちゃん楽しいと思う。うちのクラスは準備期間の参加率高いですね。夕方までみんな夢中でやるもんな。影先生が率先して手伝ってくれるからですよ。 DIY で鍛えたトンカチさばき見せたくて仕方ないんだ。そうなんですか。まあな。でもさ、俺だって生徒が主役っていうのは分かってるからさ、しゃしゃり出てんのは準備期間だけ。ここだけちょっと張り切らせてくれよ。まあかっこいいな。はい、でも本番も三影先生が目立ってくれた方がみんな喜ぶかも。まあ別で目立ってるしな。何言ってんだよ。主役はお前たち。俺はみんなの学校生活に便乗してんだ。私のクラスの団結力は三影先生が率先して楽しんでいるからなんだろうな。まあでもこういう先生だったら楽しかったのかな。マリー見つけた。あ、誕生日だ。さ、そういえば私、ミチルとヒカルの誕生日知らなかった。え？あ、嘘？聞いてなかったっけ？聞きまーす。こんばんは。こんばんは。どうしたの？どうしたのって、まあね、ハッピーバースデー。うわ、ハッピーバースデーありがとう。ありがとう、ミノルくん。それと、これ、プレゼント。わあ、ありがとう。開けてもいい？いや、後で見て。じゃあ、同じかな。また学校で。おやすみ。おやすみ。何くれたのかな。デザインバングル、来た。デートでつけられるやつ。今度つけてこう。文化祭、来た。今年も大盛況だな。一般のお客さんも去年より多いかも。すみません。はい。青王子様ね。お？
あれは。ねえ、生徒会長じゃないんだ。いかにもって雰囲気なのにね。ねえねえ、メガネ取ってみてくれない？メガネ取ったらもうそれはもうよ。いえ、それはできません。絶対かっこいいと思うのに。まあ、かっこいいですよ。ミノルくん。ああ、呼び出しされてるんで失礼します。大丈夫？女子のナンパは怖い。何言って断っても動じねえ。打つ手なし。あんたがあそこを通らなかったらどうなっていたやら。一緒に見回りしよっか。お役に立ててよかった。ああ、たこ焼きをおごるよ。やった。救出してくれた俺。でもミノルくんって制服姿でもやっぱり目立っちゃうのかな。まあ身長高いしな。髪ピンクだし。初めて作ったドレス、自分では気に入ってるんだけど。あ、あ、ミノルくん。化けたね。もうそれどういう意味？あ、言い方悪かった。すごく綺麗。はい、本当？ありがとう。なる。大人の魅力のパンチは強めっと。堂々と行きな。それでお客をノックアウトだ。行ってきます。ミノルくんが応援してくれてる。よし、決めるぞ。任せろよ。出た。実物見たいわこのドレス。よし。なんとか成功したみたい。お疲れ。あんた最高に決まってたぜ。ミノルくん、ありがとう。ステージの上じゃクールだったのに、今はチャーミングときたか。これ以上俺を誘惑しないでくれよ。やったね、大成功。頑張った甲斐があったな。来年は演劇かな。ウェディングドレスも気になるけどね。デートだー。どこだっけ、遊覧船か。それ気に入ってくれたか。もちだからつけてきたんだよ。ミノルくんからのプレゼント、どうかな。可愛い。あんたのことだけを考えて選んだんだし、当たり前か。ちょっと照れちゃう。でもミノルくん嬉しそう。つけてきてよかった。遊覧船に乗りたいな。鳩場もまた行きたいな。オッケー、行こうぜ。いい風吹いてる。気持ちいい。本当に海って偉大だな。このまま世界一周とかしたいね。見て、海鳥が可愛いよ。海鳥。ちょっとあざとい今の。う、語尾にハートマークいらないっす。すいません、海鳥見たいかなって思っただけなんですけど。よく聞く音楽について聞く。ミノルくんは音楽とか聞く？何か好きなのある？メジャーものも聞くけど、動画サイトにアップされてるオリジナルもよく聞いてるぜ。気が合いそうだな。動画サイトのオリジナル？そう、ごくごく簡単に言うなら素人が作った楽曲。最近だとそっちで有名になって、メジャーデビューしてる人も結構いる。時代を感じるな。すごいね。まあ、ある意味俺も似たようなもん。おお、ほー、そうなんだ。へえ。あんたも気が向いたら聞いてみ。無数にあるから、これだってのに出会えるかもしれないぜ。マジで無限にあるよな。いろんな意味で気になるな。 SNS でナナ君のことを検索していいかな。見つけた、はい、今度の日中。どこ行くの？俺の部屋来るか。行く。よし、当日はどうする？ OK。 いい。やった家デートだ。どうしよう。最近
マジで芸術家オーラ出てるね。今のうちにサインもらっておいた方がいい。でもそんなことよりあなたとのデートの方が気になってしゃあないよ。やったね。デートだ。はあ。おうちデートの後と前、みんなどっちがいいですか。後にしよっか。後で読みますね。はあ、2つも来てる。ね、寝顔だな。あ、メガネが好きなんだ私は。いやー、かっこいい。できますか。ミニスカ履いていこうぜ。うわ、モードにしたいな。まあこれでいくか。男の一人暮らしなんで、期待も幻滅もしないように。 OK。 OK、 お邪魔します。ああ、おお。あのさ、正直に言うけど、ああ、明らかになんかあれだね君。いい趣味を持ってる感じの部屋してるね。俺、勘違いしそうな気がするからさ、あまり挑発的な誘惑はしてくれるなよ。勘違いしてもいいんだけどね。適当なとこにかけて、飲み物を持ってくるよ。ミニスカートなのかな。素敵な部屋だね。男の子っぽい部屋だね。個性的な部屋だね。男の子っぽい部屋かな。難しい。ここ散らかっちゃいるけど不潔にはしてないぞ。悪いんだ、わかんない、マジで。ここどうやってすればいいの。せっかく来てくれたのに、これじゃ不完全燃焼だよな。私がごめんなんだけどさ。うちまで送る。もう少し痛いし。違うんだよ、あの本当にね。前の世界線でも部屋行った時失敗したの。私、男の子の部屋行った時どういう風反応したらいいかわかんないよ。ごめんね、みんなもごめんね。読もっか、じゃあ。健全な理由。今日もよく働いた。こんな日の自分へのご褒美は。いらっしゃいませ。今日もいい笑顔ですね。心地よい出迎えに満足しながらお気に入りの席に向かう。喫茶店の小さなテーブルに置かれたメニューを取りかけてやめた。たまにはあれやってみるか。ご注文はお決まりですか。ホットとスイーツはあんたのおすすめで。一瞬彼女は目をまん丸くしたけど、すぐにいつもの笑顔に戻った。かしこまりました。やば、このコミュニケーション気持ちいい。入れたてのコーヒーを楽しみながら今日のスペシャルを待つ。スペシャルって言っても俺が勝手にそう思ってるだけな。来た。お待たせしました。デザートをお持ちしました。ミノルくん専用のね。うわ、たまんない。彼女はテーブルに2つのデザートを置いた。バナナ&生チョコサンデーとビスケットの王国。なる、そう来たか。マジわかってる。そう、俺は今仕事を終えて夕食を兼ねたスイーツを求めてた。夕食を兼ねるな、ちゃんと食え。そこにこのチョイス。ビスケットの王国は特にナイスチョイスだ。薄塩味のビスケットの上にフルーツあり、スイーツあり、惣菜物ありのオードブル風か。そんなやつなんだ。あ、店長の気遣いが見える。腹持ちのいいものをトッピングしてくれたっぽい。カウンター奥に立つ店長にペコリと頭を下げると笑顔で答えてくれた。近くで彼女も微笑む。二人にはマジ感謝しかねえ。俺が喫茶アルカードにしょっちゅう立ち寄る理由、職場近くってこともあるけど、この癒しが好きだから。決して彼女に会いに来てるとか、そういう不純な理由じゃない。別に誰かに言い訳してるわけじゃないけど。いや、いいなー、リスペクト。ハズキの話か。カメラのシャッターを切る音がけたたましくなり続ける。今日は俺が所属するモデル事務所で年に一度の特別な撮影日。伝説の高校生モデル、ハズキ K。不思議な気分。なんていうか、うぬぼれてもいいんかな。今をときめく高校生モデル、
俺。ナナを知らない高校生はいないと言っても過言じゃない。絵も言われぬ高揚感に全身包まれていた。これなら葉月さんのバースデープロジェクトうまくいきそうね。現場の女性スタッフの言葉で一瞬にして目が覚めた。そうだ、この鳥はナナの特集じゃなかったわ。葉月さんのバースデー特集の中の1ページ、あの人が着用した伝説の衣装を現代の高校生モデルが着こなす、そんなコーナーだったっけ。現実に引き戻されて透かしていた表情が歪んだ時、ナナ君そのまま、いいよいいよその表情、極上にセクシー。なんか褒められた。俺は単純だから褒められれば気分が上がる。気持ちに余裕ができて線をカメラから外してスタジオの隅に目をやった。そこに彼女はいた。目をキラキラさせながら俺たちを見てる。いい顔。あ、目が合ってびっくりしてる。そうそう、そういうのが見たかったんだ。再び気分が高まって視線をカメラに戻した。それにしてもせき立つ気持ちのままに彼女を仕事場に連れてきちゃったけど、夢みたいな特集に抜擢されて伝説の高校生モデルと並べたような気がしたんだ。俺、心のどっかで葉月さんを意識してんのかな。リスペクトってやつ。喋り方とか態度とか。葉月さん、高校生の時には、格好つけて透かしてたってインタビューで言ってたし。まあ確かにな。でもそれには続きがあったな。大切な人の前だからそうしてたって。大切な人、やっぱ彼女とか。眉間にシワが寄る。ナナ君疲れた？ちょっと休憩入れようか。しまった、仕事中に考え事とか何やってんだ俺は。スタッフがチリチリになって場を離れ、ラジオが一気に静かになった。お疲れ様。目をキラキラさせたままの彼女が歩み寄ってきて、湯気立つコーヒーのカップを俺に差し出す。あんたには言えない、さっきの俺の心中は絶対に知られたくない。誰かをリスペクトするのはいい、でも俺が普段から透かしてるのは格好つけてるからじゃない。別にあんたの前にいる時だって葉月さんに感化されてるわけじゃ。ふんわりと微笑み続ける彼女を見て、俺は頭の中の言葉の続きを熱々のコーヒーと一緒に飲み干した。いやこういうのいい、もう本当に ADV いいわ。言葉行きたいな。動物園行きたい。結局ね。動物園行かない？よし。あえてスポーティーで行ってみよう。あう。そっか。あんたにはそういうのもありなんだ。ありなのよ。ああ。そのジャン。お。もちろん。グッズショップを見てみない？見たい見たい。何？手、つなご。はい。これ、期間限定の T シャツだってさ。お揃いで買ってみる？着こなす自信ないな。お揃いなんて恥ずかしい。もちろん。よし。じゃあ慎重に選ぼうぜ。そうだな。あんたとなら。よーし。何？カウントダウンスタート。何の？え、理性がぶっ飛ぶカウントダウン。もう限界だから。限界なんだ。あんたが俺を壊した、覚悟しろ。ごめんね。はい、それもっとダメなやつ。煽るだけ。ミノルくん、いつもと違うよ。あんただっていつもと違うじゃねえか。学校じゃあんなことしねえだろ。おこ？デートのこの時だけ。なんで表現すんの？俺も同じことして答えればいい？それは。もう壊れてるな、俺。次は本当に、ダメかも。ダメって、どういうことだろう。嘘だろ。嘘だろ、お前。マジか。結構ヒヤヒヤしてたと思う、今。
恐ろしい女だな。そろそろミノルくんのお仕事が終わる時間かな。ああ、もう仕事の時間まで把握してる。どうも。あ、お帰りなさい。あ、ただいま。特等席開けてお待ちしていました。空いたお皿を下げします。サンキュー。あのさ、何？さっきみたいの他のお客にもやってんの？そういうお店じゃねえよ。さっきの？ほら、野暮用から戻った時にお帰りなさいとかそういうやつ。特にしてないけど、もしかして嫌だった？え？全然嫌じゃないし、嫌なわけないし。うん、ならいいんだ。はあ、今日もいい一日だった。ミノルくん機嫌がいいみたい。今日もお仕事お疲れ様でした。帰りなさい。なんかいる。びっくりした。有効になったんだ。びっくりした。なんかいるんだけど。なんだお前、飛沫だ。すっかり忘れてたわ。どうかな今回。まだトップクラスなだけかな。3年目にならないといけないかな。20位。うん、絶対断られたくない。好きなとこ行こう。水族館だ。行くよ。よし、クリスマスに水族館最高。危ねえ。ってか普通に25日が日曜なの忘れてたわ。よかった断られなくて。え、マジで何？何？あそこにいるのは多分、あ、やべ、うさぎ。誕生日聞かなきゃ。うん、違う。白クマ。何が？だって耳長いし目が赤いじゃん。パルミチル。あ、マリー。誰が何の動物かってやってるな。さてはねえ、何のお話？お弁当のことね、お姉ちゃん。あ、お弁当。今私キャラ弁を作るのにすっかりハマっちゃって。いい趣味。そうそう、動物シリーズで作ってくれるんだけど、なかなかの難易度なんだよね。そうなの。キャラの動物。ヒカル、一度も当てられたことなくて。だってお菓子とかそういうのは得意だけど、お弁当のおかずで動物を作るの難しくて。ってことでさ、難しそうだよね。当たるまでキャラ弁動物シリーズを続けるの。もちろん味は美味しいよ。楽しそう。なるほど。でも白クマがウサギに見えるってどんなキャラ弁だったんだろう。見つけ、今度の誘ってくれると思ってた。どこ行く？遊園地のチケット。行きまーす。話は乗ろうね。来た、モード来た。よし、やっと引けた。むずい。デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ。バス停。合ってる合ってる、大丈夫大丈夫。あ、出た。せっかくモードできたのに。あるけど、どこ希望？観覧車かな。いいの取れそう。よし、いい写真ゲット。写真より景色を見よう。ほんと見せて。ほん、私も撮って。実はな。なんだと。撮ってた、こっそり。すごくいい顔してたから。いい感じなんだ。やっぱ見せてあったかな。言ったよな。はい。え？ベタベタするそれ、俺はもう壊れてるって。次はもうダメだって言ったよな。あんたは俺を舐めてんだろう。俺は本気なんだ。ミノルくん、何びっくりしてんの。バカバカ。いただきました。
あんたのことマジで大切にしたいと思ってんのに、こんなんじゃ俺自信なくなる。え？なあ、あーびっくりした。別れよ。ごめんなさい。別れようが別れように見えてしまった。付き合ってないのに。ミノルくん、お望みならこれ以上のこともできますが。それは本当、あんたって変なやつ。う、今までの仕返しだ。じゃあな。私はすごくドキドキしちゃった。いやいや、お前はいつもドキドキさせてんのよ。ギュッてされたってことでしょ。もう、なんなんだよ。ああ、もうわ、付き合ってもないのに別れように見えてしまった私。結構本気で内心、一瞬めちゃくちゃ焦ってしまった。よし、クリスマスパーティーで交換。もう外さない。生キャラメルのアソートだろ。これで違ったらどうしよう。赤いドレス着ていこう。あ、別に何も変わらないけど、プレゼントつけてくればよかった。ラディースエン、それでは。あ、まだ。ああ、はい。ノルくん、メリークリスマス。メリークリスマス。パーティー楽しんでるか。ミノルくんは？今から楽しむところ。ドレス姿、あんたがダントツに綺麗だな。本当？本当。メイクもうまい。少しだけね。そこがいい。普段と少しだけ違って見えるとこ。あんたで着せ替えしてみてえな。な、いつかさせてくれない？いいよ。え？服選んでほしいもん。あ、ケーキバイキングが俺を呼んでいる。行ってきていい？好きだな。からいいよ、行ってらっしゃい。行ってきます。わ、このやりとりいいな。おお、いた。あ、どうも。いたじゃないが。あ、氷室くんも来てたんだね。まあね、一応学校行事だからサボるわけにもいかないし。律儀だね。集団生活のルールは守るつもり。こういう場は慣れないけど。それにしても珍しいもの見れた。え？そのドレス浮かれてるとは思うけど、まあ悪くない。何様やね。本当に？素直に受け取ってくれる？嘘言う意味ないし。何なんだ？それじゃあまた。ガキ、まあ、覚えとけよ。ミノルくんと。フェイクファーのルームシューズ。わー、あったかそう。それ気に入った。ミノルくん、じゃあこれミノルくんが選んだプレゼントなの？そう、あんたに届いてよかった。すごく気に入ったよ。ミノルくんが持っているのは私が選んだプレゼントだよ。おお、クリスマスの奇跡来ましたね。開けてもいい？敬語いいな。どうぞ。いい、マジで感動してる今。大切にするな。よかった。大切にするのはいいけど食べてね。さあ、当日クリスマスデート。今度こそモードで行きたいな。モードで行きたいけど変えないと怒られちゃう。あ、許された。かっこいい。モデル顔負けだ。今日のこのファッションのこと？ああ、惚れ惚れする。いつまでも見ていられる。へえ、いい。マジで照れちゃうな。ミノルくん、このコーディネートがすごく好きみたい。スマホの充電 OK。
で、どっち行く？どっちもいいけど、ウォーターガーデンかな。さすが、分かってるね。好きそうだし。何？この手はもう離さない。こういうガーデン的なとこってさ、お、ハート型の何かが仕込んであることがよくあるらしい。おお、探してみよう。オーケー、見つけたらこっそり教えてくれよ。二人締めしようぜ。二人締めいいね。おお、来た。わあ、イルミネーションが綺麗。青い世界が広がって。ああなあ、あ、ごめん、飛ばした。あんた気づいてる？何が？え？今日は何の日？12月25日だからクリスマスだよね。昨日は？クリスマスイブ、学校のクリスマスパーティー楽しかったね。え？私変なこと言った？いや、あんたらしいなと思って。2日連続で一緒にいるね。俺はイブとクリスマスの2日間を一緒に過ごせたってだけで、こんなに浮かれてんのに。あ、いいよ、あんたはそのままでいて。あ、まあね、メリークリスマス。来年もまた同じこと言えるといいな。はい、ミノルくん、メリークリスマス。そっか、ノアも今日もミノルくんと一緒だったんだ。ちょっとドキドキしちゃった。おっそおっそ、あーもうダメだ、名前呼ばれるたびにもだえてしまう。